そうだよ。さあ、今回は親子丼とうどんでございます。いや、もう忙しすぎて死にそう。これだいぶ時間経っちゃいましたよ。もうまたあったかいかな。だだだだだだ。はい、今回は何でしたっけ。実写版マルコ森迫ですかね。この人は森迫さん、森博さんじゃないですね。読めないです、下の名前。はい、うん、コーヒーいかがでしょうっていうのに出たと。うん、でこの人はすごいと。トイック970点で、上智出てるっていうですね。で、さらに4角語できるっていうですね。すごい。で、2006年、ちびまる子ちゃんの実写版ドラマで主役マリコの、マリコじゃねえ、マルコの主役を演じた方、エイって読むんだ。森迫エイ。エイさんが今夜比べてみました。スペシャルに出演。へえ。大人になった姿を披露しって言われても、まるちゃんの実写版を知らないんですけど、そんなのあったんですね。2006年。うーん、高校3年生で英検1級取得。え、そうだったんだ。上智大学進学、トイック970点、4カ国語が話せるといったことが明らかになると SNS で大きな話題となった。そうなの。話題になってたんですね。大学中は芸能活動をセーブしてたけど、女優業再開したんだ。へえ。BS の、NHKBS の思い出ポロポロ。テレビ東京コーヒーいかがでしょう。全部全然知らない。今夜比べてみましたに出演されて、大きな反響ありましたが、すごくありました。ネットニュースにもたくさん取り上げられて、ほんとそうですね、これね。いっぱい検索したら出てきました。大きくなったっていう反響あったんだ。大学生の頃は勉強に専念するために仕事をセーブしていたのでしょうか。だいぶセーブしていました。素晴らしいですね。勉強にちゃんと使った。学部の勉強はとても忙しく、3回授業を欠席すると単位を落としてしまうような学部だったんです。おお。そのため学業に支障のない範囲の仕事を主にお受けしていました。偉いですね。また留学にも行っていたので、その時期にいただいたオファーなどは全て目を送るしかなく、悔しい思いをしたこともありました。ただ大学4年で学ぶことはたくさんあった。留学もしてたんですね。素晴らしい。大学で社会学と政治学、古学の勉強もしてたらしいですが、どのような勉強法を実践していましたか。勉強法についても書かれてますかね。語学習得は単語力が大きな基盤となると思うので、ひたすら単語の勉強をしていました。へえ。また苦になってしまうと続かないので、例えば息抜きとして好きな映画をその時に学んでいる言語で見たりして、語学勉強の趣味を掛け合わせながら勉強を続けてました。ここには書いてなかったですけど、なんか英語、中国語、韓国語みたいな感じでどっかに書いてありましたよね。どこでしたっけ。お母さんが中国だから中国語はそんなに困んなかったですよみたいなのも書いてあったと思いますね。太田プロ、いやでもいいじゃないですか。ちゃんと勉強もして、その勉強優先で女優業をこうセーブしたっていうのは好感が持てますね。あ、そうですね。特技のところに英語研究、韓国語、中国語って書いてありますね。映画にもめちゃくちゃいっぱい出てますね。女優業とね、ちゃんと両立してるっていうところがすごいですね。そして上智、いやすごい。受験どうなったのか聞きたいですよね。どこ受けたとかに、ね、まあ、AKQ 持ってるぐらいだからね、全然一般のね、受験でも受かれるレベルだってことだと思うんで、まあ、推薦であっても AKQ 持ってるんだったら十分すごいと思うし、ちゃんと勉強もしたっていうのは素晴らしいです。なかなかね、両立するのって大変ですからね。まあ、ちょっとね、増えたことは増えましたよね、芸能人でもね。ジャニーズとかもいっぱいいますもんね、芸能人で大学行ってたの。なんか嵐の桜井とかはすごいって聞きますよね。ちゃんと大学行ってたって、すごいね。あんなに忙しくて大学ちゃんと行ってたって。嵐の桜井さんとか、あれオリラジのあっちゃんと同じ代ですよね、二人ね。あとあれか、矢部の奥さん。元 TBS の青木
優子さんでしたっけ、なんかもそうですよね。いやでもちゃんと学業やってるってすごいね、芸能で。これからねクイズとかにもし強かったらたくさんやっていけば。でもプレッシャーだよね、高学歴芸人として、芸人じゃねえ、女優として出てって結果残せなかったらね、なんか上智なのに行ってね、上智にそのには自分の大学にドローネみたいにはさなっちゃうし、まあこれからの活躍に期待ですね。はい、皆様どう思われますか、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.